皆さんこんにちは。ゆるキャン鏡原なでしこ役の花森ゆむりです。今日はゆるキャンバーチャルキャンプを体験しに来ました。すごいかっこいいでしょ、かっこいいでしょ。そう、体験していこうと思うんですけれど、ゲームどんな風に進めるのかもまだよくわからんのです。ということで今日は制作会社ジェムドロップさんの北尾さんに説明してもらいたいと思います。北尾さん、北尾さん、あ、やってきました。召喚、北尾さん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お世話になってます。まずゆるキャンバーチャルキャンプはですね、はい、今日今こうお持ちいただいてますけど、はい、PSVR でも遊べますし、はい、Nintendo Switch ですとか、はい、それからスマートフォンも Android、はい、iOS、それから Steam と、はい、あと Oculus Quest っていうハードウェアが、はい、あるんですけれども、はい、そのあたりでも遊べる、バーチャルキャンプアドベンチャーゲームになっております。いろんな機種で遊べるんですね、はい、嬉しいですね。本作はですね、トスコ編というものと、それからふもとキャンプ場編という、はい、2つ、そうですね、発売されることになっております、うん、そう、いっぱい撮ったんですよ、ボイスの方を、なでしこちゃんもね。いや、今日は私はもとすこ編の方を遊ばせていただこうと思っております。はい、それではこれから体験していきたいと思います。キャンプ行ってきます。では早速もとすこに行っていただきたいと思います。はい、はい、現地に向かいまして、テントを組み立てる音、はい、聞こえる。あ、りんちゃん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 、ちょ、え、周りも見える、周りも見ようと思った。かわいい、りんちゃん、りんちゃん、かわいい、かわいい、合ってる、かわいいですよね、かわいいね、かわいいね、いい、かわいい、なんか、なんか、なんか、綺麗だね。マッシュ、マッシュシーリベンジ、もしの、またもし呼んでるのりんちゃん、気になる、好きじゃん。え、何が好きだったのか聞いてなかった、ごめん。あ、待って、なんかいる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 よ、なんかいるよ。リスナー、あ、松ぼっくり落ちた。あ、松ぼっくりやりましたね。来て、目力で、うん、後ろとかも。あ、なでしこのリュックがある。そうです、そうです、あります。すごい、このラップ、はい、似てるの持ってる。似てるの。あ、影が、ご自身の影でございます。そうですよね、はい、あ、そっか、後ろだってりんちゃんが。そうですね。あ、りんちゃん、にーちゃん、あ、同じことしてる私も。りんちゃん、ごめん、私が見すぎちゃってリベンジあんま読めてないよね、ごめんね。撮るぞ、写真、写真。あ、富士山。そうですね、富士山撮れます、ね、もちろん。あ、いい、飛行機の雲の跡もできて報告します。うん、富士山。なでしこちゃん、相変わらず富士山富士子ですから、富士子ですから。りんちゃん、写真撮るよ。ごめん、撮っちゃった、いっぱい撮るよ。りんちゃん、多分リベンジに夢中だな。ちょっと時間進めましょうか。うん、うん、焚き火しよう、焚き火しよう、うん、あ、夕方、夕方になりました。焚き火あったかい、あ、なんかあったかい気がしてきちゃった。いい音だね。わー、綺麗、富士山。綺麗だよね、反射してね。富士山、これ家にいていいんじゃない。もうこれずっと家でいいじゃん。いや、まさか松ぼっくりが喋るわけ。うわ、喋った喋った。やりたいだけ。りんちゃんや、そろそろ何か飲まんかね。ダメかね。何にする。ミルクティー。あ、飲んでる、飲んでる。美味しく入った気がする。香りそう。あ、待って、あ、もしやされちゃった。もう一個
杯もう一杯いっちゃいます。何にする？ここ。わかった。りんちゃんが最初撮ってて、めっちゃ音が本当美味しそうで、あそうですね、そういいなって思いながらお腹鳴らしながら撮ってます。美味しそう。あ終わっちゃった。飲んじゃいました。あ楽しい。これもう一日過ごせるな。りんちゃんこっち向いて。じゃあ行くよ。りんちゃん可愛いね。あはらとかって声間が取っちゃった。もう一枚だけ、もう一枚だけ、もう一枚だけ。ほんと？それじゃあ取るよ。行くよ。笑って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 首かしげるところをくださいよ。じゃあお写真一枚いいですか？あ、あげる。雑貨代として優秀なんだよな。傘が開いてる。ヤギの寝床に乾燥してるんですね。そうなんです、そうなんです。乾燥してないとパチって跳ねるからね。最後富士山を撮っときます。ぜひぜひ。よし、夕方の富士山です。あー楽しい。そろそろ晩ご飯にしましょうか。お腹空いた。りんちゃん、はい、そろそろ夕飯の準備しようか。うん、今日も作るよ。作るよ。おいしいキャンプご飯任せろ。あ、待って、この声は。すりつぶしたニンニクと何の取り出した。本当に説明してくれる。そうですね、アフロ先生がレシピをちゃんと考えられる。そうなんだ、アフロ先生の直伝レシピ。そうですね。すごい。バイちゃん、うわー美味しそう。いいお腹空いた。あ、わー美味しそう。いただきます。どう？かわいい今の顔。あーもうないよすごい、多分りんちゃんから見たらめちゃくちゃ挙動不審ですよね。夜になりましたの、はい、ね、空が綺麗だな。お月様ってあそこに見えるね。月もう多少はペースを聞かせなきゃ。ペースス、ペーソス、ペーソスだよ。わあ、綺麗。私より好きかも。言葉にならないよね。綺麗だね。楽しい。空も綺麗で、ここに住もうかな。でも、あ、でもいつの間にか松ぼっくりが。松ぼっくりがどこ行ったかちょっと僕の口からは何とも言えないので。よく燃えてるな。よく燃えてんな火が。あ、あ、うわー、あらーかわいい。あー、いやちょっとダメですって。今元栖湖から現実に帰ってきました。もう帰りたい気持ちでいっぱいです。元栖湖に、いやもうめちゃくちゃ楽しかったです。もうなんかずっとりんちゃんの隣で小顔を眺めてたいし、もう日もすごい綺麗だし、松ぼっくりはこんにちはっていうし、富士山綺麗だし、もう全部楽しかったです。もう時間経過のもう景色の鮮やかさが、いやもうほんとなんか VR すごいですね。もう感動しちゃう。いや本当に、もうもっと遊びたい。元栖湖編遊んだら次ふもとっ腹でしょ。もう続けて遊びたい。なんかもう休みの日ずっと元栖湖にいたいです。私は現場からは以上です。今スマホ版も遊ばせてもらってるんですけど、見て見てすごい、縦持ちにも横持ちにも対応してくださってて、りんちゃん撮ろ。りんちゃん、りんちゃん可愛いね。これ外でも遊べますね。ちょっと、なんかこうなでしこもスマホ持って写真を撮ってるんで、やっぱりこのゲームの中でまた VR と違った臨場感が楽しめるかも。はい、チーズ。かわいい。ずっと撮っちゃう。
いやもうスマホ版でもぜひ皆さん遊んでみてください。ということでバーチャルキャンプでもゆるキャン楽しんでください。鏡原なでしこ役の花森ゆみりでした。